それから半年以上の日々があっという間に過ぎ去っていった。大いなる黄昏が解除されたことで、世界大戦は2日目で停戦へと向かった。バンダイク元帥とカシウス中将の協力により、より被害が少ない形での停戦合意がなされ、さらに手術が成功したユーゲント陛下がマスコミを通じて復帰を宣言したのである。合わせて暗殺未遂が共和国の仕業ではなかったことも全世界に発表され、国内では大混乱が、国外では非難の嵐が巻き起こることとなったが、レーグニッツ帝都知事が政府の代わりに精力的にそれをフォローしていくのだった。それを受け、共和国や大陸各地に展開していた帝国軍は即時撤退を開始し、徹底的な追撃なども予想されたが、共和国軍もそれを深追いはしなかった。実際帝国軍の戦力は圧倒的だったため、手を出すことでの反撃を恐れたとみられる。まるで悪い夢から覚めたかのような、多くの帝国軍兵士に帝国民、一方共和国では当然のように帝国への激しい非難が巻き起こるが、幸い1日目の地域で避難は完了していたため、民間人の被害が最小限にとどまったのは大きかった。退任間近のロックスミス大統領も慎重に対応し、不満をある程度抑える方向へと持っていく。次期大統領もそれを了承するが、帝国に対し天文学的な賠償金を要求する方針が伝えられ、レーグニッツ知事が暫定主犯となった帝国政府はそれに対処する政治交渉を迫られることとなった。そんな中でも帝国軍が撤退したクロスベルへの共和国軍の侵攻については強く釘が刺され、リベール、レミフェリア、アルテリア報告もその点だけは共和国に強い自制を求めるのだった。なお賠償金は帝国政府、皇室、RF グループ、海援家を中心とした四大名門が賄うことに。なお、クロスベルから帝国正規軍は撤退し、帝国政府とマクダイル議長の交渉も始まったが、総督府治安部隊、通称総督親衛隊は了承せず、一時市内全域が彼らに制圧されることになった。逮捕されたルーファス元総督の呼びかけにも応じず、共和国軍による侵攻も危ぶまれたが、かつて軍系に所属していたクロスベル警備隊と市民の有志に解決が委ねられるのだった。そして劇団アルカンシェルに看板女優3名が戻った初公演の日、動力ネットで撹乱された親衛隊は一気に制圧、有志たちの手でクロスベルは解放されるのだった。なおその中心にはかつて多くの事件を解決した特務支援課関係者の姿があった。対外的な困難を乗り越えつつ、さらに大変なのは混乱を極める国内事情だった。戦争を先導したオズボーン宰相の死も公表され、抑圧されてきた貴族が反動で動こうとする一方、民衆はその動きに反発、皇族が両者を何とか抑えることに。しかし皇族でありながら宰相と共に戦争を煽っていた皇太子の行動も取り沙汰され、彼が消息不明となったこともあり、皇族もまた厳しい立場に置かれることとなる。そんな中、アルフィン公主や左目を失いながらも生還したオリバルト王子が真摯に国民に向き合い、国内外の信用を少しずつ取り戻していくのだった。またクロスベルでの状況を受けて、ジュライノーザンブリアでも独立の機運が出てきたが、一方で10年近い経済特区としての成長や貧困などの理由で貴族維持を主張する勢力も場合によっては新たな火種になりかねず、関係者にとっては頭の痛い問題となっていた。なお
オズボーン宰相の直属とささやかれたルーファス元総督は逮捕されることになったが、同じく直属だったクレア・リーベルト少佐とレクター・アランドール少佐は逮捕を免れ、それぞれ情報局鉄道憲兵隊の責任者として国内の混乱収拾に尽力することとなった。ただし両組織とも政府直属の立場を失い、いずれ新たな形に再編されることが決定していた。遊撃士協会は地位を取り戻し、各地の支部が5年ぶりに復活する流れとなった。大陸各国から高位遊撃士も派遣され、帝国各地の様々な混乱の収拾に協力していく。ちなみにギルド筋の極秘情報によると、行方不明のセドリック皇太子があろうことか結社見喰らう蛇に身を投じたのだという。執行者なる高位エージェントとなったという噂も流れているが、真偽のほどは定かではない。そして他の四大名門やレーグニッツ暫定主犯司法監察員と協力して事態に当たっていた公爵家代行ユーシス・アルバリアは、数ヶ月後一区切りがついたところで仲間たちと共にとある場所に出向く。全員が全員それぞれの立場で混乱収拾に尽力していた日々の後、数日後とあるささやかな集いにお互い出席する意思を示した上での再会だった。OZ73 のバックアップ素体だっけ。アリサのお父さんが用意してたんだよね。うん、自分に戻るわずかな時に用意したらしくて、黒に気づかれないようことを運ばれていたようですわね。すごい人だったのだな。チートすぎんだろ、あんたの裏技といい。ああ全くだぜ。大丈夫、マナも安定しています。完全なる無垢の魂、衝突なども起こさぬじゃろう。私たちがサポートするから早速始めるわよ。ユース、何をボケっとしてるんだ。さあ剣を前に。ああほら、アルティナも。大丈夫です、きっとうまくいきますから。だからアル、勇気を出して。はい。大丈夫、ちゃんと安定している。女神様、こんな奇跡もちろん滅多にあるわけないだろうが、それでもどうかこの子たちに免じて。剣が、目を丸くしてどうしたの？ってあれ？
僕、確かあの時。ミリアム。お姉ちゃん。お、ちょっと。二人ともどうしていきなり。リン、みんなも一体どうなってるのさ。待ってるだろ。眠っていたみたいだし、伝えたいことは山ほどあるけど、まずはこの言葉じゃないとだな。おかえり、ミリアムちゃん。